まあ、日本人と宗教ということで、まあ、イスラムと2回だけ書きまして、まだまだ整理しなければいけないんですが、まあ、ここで、まあ、日本との関係を、まあ、ちょっと考えてみるためにですね、まずは日本人の宗教観、これなかなか難しいんですね。イスラム教の場合を理解するためには、日本人の我々の宗教観というものを考えてみなきゃいけませんが、もうすでに1回ログを出してブログで出しているんですけども、日本が例えばですね、宗教を信じますかという問いに対して、まあ、信じているという人は、せいぜい2割、まあ、2割もいかないんですけども2割以下なんですが、日本の宗教施設に関係している信者という人が2億人と言われてですね、こちらは人口の2倍になってしまうんですね。つまりこれはどういうことを言ってるかと言いますと、神様は信じていません、まあ、正面から聞かれればですね、宗教も所属しとり信じておりませんと。だけど結婚式ではイエス様に愛を誓い、初詣に行って手を合わせるし、お葬式ではお坊さんを呼びますと、お経をあげてもらって戒名をいただきますというのが標準的な、これが標準的な日本人なんですね。ですから、まあ、こんな数字になるわけです。宗教を信じてますかって言ったら、ほとんどの人が信じてないっていうのに、結婚式はその教会であげるんですよね、なぜか。それから初詣にも神社に行くんですね。 お葬式出すと、まあ、近親者が亡くなって大変なのに、お経をあげてもらい戒名をもらうんですね。でそれではもちろん日本人は本当に神様を信じていないのか。それなら初詣で手を合わせたりしませんしね。 手を合わせる時には多くの人が心の底から神様にお願いをするんであって、まあ形式だけ手を合わせるわけではないんですね。まあ、各位、私もですね、実はあなたはどの宗教ですかと聞かれますと、いや、どの宗教にも所属していませんというふうに答えてしまうんですが、それじゃあ人は神様信じてないんですねと、神様に手を合わせるとき神様をバカにしてるんですかと聞かれると、いや、とんでもない、そんな罰当たりのこと考えておりません、真剣にお願いしますしてますと私言うんですよね。おかしいわけですよ。おかしいって自分自身のこともおかしいって言ってるんですが、つまり日本人は神様はいないと思うけれどもいると思うというんですね。2つ同時の心を持てるんですね。でこれがいい加減、日本人のいい加減さではないということをこの前このブログで書きました。それにはまあいろんな理由があるんですが、日本にはもともと宗教という言葉がなかったんですよね。まあ、ないというのはそういう考えがないということなんですが、明治維新前後にですね、欧米の書物にレリジョンって出てきます、宗教というのはですね。これを翻訳する必要があったので、まあ、英語で出てきてもドイツ語で出てきてもとにかく表現できないものですから、やむを得ず作ったのがこの宗教という言葉で、非常に新しいわけですね。でこの宗教の宗という字はですね、宗というふうに読みますが、普通ですと、あまりに おこそかで文字にすることができないというものを宗と言います。例えば神様の御業みたいなのはそうですね。だから文字に、宗教という言葉は文字にできないほど尊いものを教えるという意味で、まあ適してますね。まあ、昔の人がなかなか偉いと、言葉を作るにも正確であるというふうに思うわけです。日本では仏教に宗門という言葉があるんですが、これは宗教に似てはいるんですけども、かなり意味は違いますね。分派って言いますか、その一派という感じですね。でも日本には神道、仏教、そして一部ですけどもキリスト教がありまして、違う宗教があるなという状態はみんな分かってきた、分かっていたんですよ。だけど宗教という言葉がなかったんですね。でこれはどういうふうに考えてきたのかということなんですが、農作業の時には神道の神様にお願いするんですよ。農作業の行事はほとんど神道ですね。新年のお祝いも神道の神様にお願いするんです。ということは一般に毎日の生活は神道の神様なんですね、大体。ところがですね、これが不思議なんですが、人が死んだり死後の世界を考えるときは今度仏教にお願いするんですよ。人が死んだら、お墓頼んだりお坊さん呼んだり極楽行くのかなと考えたりするわけですね。それから病気になったり危機に訪れると、やっぱりこれも仏教にお願いして祈祷してもらうとか、いろんなことがあるんですね。つまり日本では一般に生死が関わったり重病になったりすると登場してくるのは仏教なんですね。
今度はですね、結婚の時にはキリスト教の教会でイエスに愛を誓い、恋人に思いを伝えるのはキリスト教のバレンタインデーを利用し、仲間と遊ぶ時はキリスト教のハロウィンということになりますね。そうしますと一般に、男女関係とか遊びになるとキリスト教ということで、仏教も神道も遠慮してもらうわけですね。つまり日本人の宗教に関する考え方はですね、宗教は一つなんです。だから宗教という言葉がいらないんですね。神様に分業をお願いして、その適切な神様にお願いするということなんですね。全ての神は受け入れまして、半分は信じてるんですけども、決して神様を裏切りません。どの神様も尊重する。これはいい加減じゃないんですね。もっともっと日本人の宗教に対する理解力が深いんですよ。他の民族の理解力がもう一個深いんですね。それからもう一つ、これ後でちょっと説明しますが、宗教には戒律があるんですけども、日本人は戒律がいらないんです。この戒律がいらないのは日本の司法が海であるという、そういう生活環境によると私は考えておりまして、この日本人がですね、神様に分業体制をお願いするということと、もちろん分業しますから、仏教の戒律を守ればいいか、神道の戒律を守ればいいか分かんないので、もう戒律は全部いらないという、まあ、そういうようになってるわけですね。で、非常に日本人の宗教観というのは驚くべきものなんですね。ですから、憲法の信教の自由というのは、これヨーロッパの、これここはやっぱり日本国憲法として修正を必要とするんでしょうけども、こういったことを考えなきゃいけないんですが、日本人の考え方、こういう神様に分業戒律がなしという、そういう日本人の宗教観から見るとですね、すでにほとんど同じものが神道として日本にあるので、もはや分業をお願いする、イスラム教に分業をお願いすることはなかったんですね。それからイスラム教には神道や仏教のように中間管理職がいないと、それからアラビア語が読むのがちょっと大変だったということで、イスラム教に、我々はあまり関係がなかったんであって、特にイスラム教を排斥しようとか、そういう意識はもう日本人はもともと持ってないんです。日本人はどこの宗教を排斥するっていうことをしたことがないんですね。儒教もちょっと今少し抜けましたが、今度もう一回整理します。儒教は今度学問をするとかですね、親子関係とか言うと、もう儒教が今度出てきちゃうんですけどね、日本人では。私が実はシリーズに豪快な日本とつけた理由はですね、日本人がこれほど宗教の本質を理解して、そして全ての宗教を受け入れ、どこも憎まず、そしてやってきたわけですから、もちろん日本人はイスラム教を受け入れることができる民族であり、そのことを世界に向かって日本が発信できる唯一の国ではないかというふうに思うわけですね。で、特に世界が宗教関係も含めてギスギスしておりまして、報道の、表現の自由だとか、宗教の自由とか、いろいろうるさいことを言ってる時にですね、私は平和主義というものを標榜している日本はですね、宗教に対して非常に狭い領権を持った他国にですね、おおらかで豪快な日本の宗教観というのを世界に発信すべきであるわけです。それにはですね、またさらに我々が知らなきゃいけないこともいろいろありまして、ここのブログ、今のこの記事ですら、宿題になっている、説明しなきゃいけない、日本の戒律を、なぜ日本には戒律がないのかっていうようなことを説明しなきゃいけないんですが、現在の概念ですね、我々はもともと罪があるという現在の概念、それからなんで神様は一人じゃなくちゃいけないのか、一神教なのかとかですね、それからお祈りをすると成就するかどうかですね。例えば入学の、入試の合格のお祈りに行ったけれども、入学試験落ちてしまったと、そうするとその神様は裏切ったわけですから、もうそこから離れるのかどうかと、こういう問題はありますね。それから現在とリンクしてるっていうか、現在とリンクして最後の審判がある場合と、現在にリンクしないで、イスラム教がそうですが、最後の審判がある場合と2通りあるんですが、そういったものと日本人の考え方、そういったですね、非常に厳しい宗教上の違いをよく理解して、そして我々は平和主義であり、非常に豪快であり、宗教についてはですね、いや、そんな考え、宗教という考え自身がいらないんだと、宗教という文字もいらないんだという、この日本文化をですね、非常に積極的に世界に発信することによって、
平和が訪れるのではないかと、まあ、こういうふうに私は期待するわけですね。まあ、これで終わります。